はい、どうも、フランクです。今回も久々にね、ちょっとガチで弾いていきたいと思います。だいぶ溜まってきてるんでね、このメドリシアン。今ちょっと配信前だからさ、プレステフォン。だからなんかちょっと他の音声が混ざる可能性もあるんですけど、その辺ご了承くださいと。で、もっともっと早めに回せばいいんだけど、なんか意外と毎回溜め込んでしまうっていうものがありまして、しょうがないけども、一回見ていこうか。今回これ回したいんだよね。で、まあ、割合、このアイレンのちっちゃい子のやつこれ欲しいなと思って。手に入っかな、わかんないけど、とりあえず回していこうか。フォルムも言うからね、どうしても欲しい。揃えたいってところだ。っていうことで、とりあえずガチャを。まず普通のロックガチャを溜まってるの。お、これはなんかいい感じじゃないですか。また被るかな？お、ニューだって。よかったじゃん。で、こっちのね、メインのガチャ。チケット溜まってるから、2回ね。回していこう。微妙。ダメじゃん。はい、続いて、ちょっと年末年始にもまたガチャが増えると思うから、その辺である考えるとなかなか使い切れない。ただまあ2回ぐらい回してきたけど3回ぐらいでいけるかな。ということで11連ガチャやっていきます。さあどうだ。あーダメだ。 SR1 枚かかぶってんな。被ってる。もうスキップしちゃっていいや。はい、もう一回行こうか。厳しいな。はい、ダメ。今回もダメ。はい、被った。一発。やべえ、すげえなくなってきた。はい、ダメ。もう飛ばそう。お、でもなんか SR が1個増えてるね。これはちょっと良かったかなっていう感じだね。めっちゃなくなる。だけど1回ぐらい SR 欲しい、 SSR 欲しいから回すよ。年末年始は捨てるしかねえな。はい、お疲れ。全然当たんねえ。以上です。じゃあ交換ジョイ行こうか。もうダメだね。今回は本当にダメだった。この辺でなんか変えられるものあったかな。この辺多分持ってるような気がするんだよね。なんかガチャ引くってことだよね。やべえな。とりあえずオートプレイのチケット今のところいいから、アメちゃんに変えときますか。
ということで、まあ、とりあえず残念な結果になってしまいましたが、次に来たら、またね、速攻、ガチャを貯めてってね、回していく感じで、もうここ最近の、目の前のこんな感じかな。ちょっとずつね、なんか URL とかね、増えてきてるから、まあいい感じかな、という感じですかね。はい、ということで、とりあえずこの辺で今回は終わります。ご視聴ありがとうございました。確かこれ止めるのかな。